ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、お便りコーナー、お便りコーナー、お便り、京美さん、いつもありがとうございます、ありがとうございます。姉さん、いつもありがとうございます姉さんかどうか分かんないや、そういうまあまあ年だった俺、申し訳ございません、はい、京美さんからですね、職場のデスクを見て片付け上手か溜め込みタイプか特徴があれば取り上げてほしいですと、まあ、とにかくゴミ箱からゴミが溢れていても捨てずに帰る後輩や、下敷きがわさって溢れていてもメモ書きがいっぱい溜まってる後輩がいると、でそいつらなんかたまに捨ててるけど気づかへんみたいな、ダメでそんなことやっちゃうで思いながら、そんなタイプというか、もしかするとこの本能のサブタイプ、そちらの方がまあ話しやすいのかなと思って、今日はその本能のサブタイプの話を片付けに絡めて、はいはい、まあ、僕の知り合いでもどのタイプでも片付けの苦手な人がいるなっていうのがあるんで、こっちじゃないかなって思ったんですよね。ちなみに体調はタイプ9、タイプ9、片付け苦手、まあ見れば、はい、で私もタイプ6、机はもう鳥類ひまるけです、そう、でうちの弟もタイプ8、タイプ8の弟、弟も苦手、はい、なるほど、で友人のタイプ3も苦手みたいな、タイプ7のタイプ7も苦手なるほど逆にそれはあれですね、このやっぱり本能のサブタイプの、なんか同じ人が集まっていると、その可能性は、その可能性はありますよね、あの本能のサブタイプ、ちなみに簡単に説明させていただきますと、人には3つ本能がありますよと、1つ目は個体の生命維持に関わる自己保存本能、1つは他の個体と結びついて新しい命を生み出そうとする生殖本能、セクシャル、はい、でもう1つはセクシャルですね、これは、で1つは、まあ、群れを作り集団での生活を営むことによって生き延びようとする種族保存の本能、ソーシャル、これは多分ソーシャルかなという、この自己保存、セクシャル、ソーシャル、ソーシャルっていう3つがありますと、で、片付けっていう話がありましたけども、まず、まあ、片付けが苦手って分かってる人、ちょっと違うかもしれないんですけども、片付けられない、今日はごめんなさい、この本当の私が見つかる心理テスト、中島真澄さん、この人あの、エニアグラムアソシエイツ代表っていう、やっぱりエニアグラムに関わっていらっしゃる方が書いたこの本なんですけども、片付けられないっていう方に対して、まあ、あなたは片付けられないですかっていう3つの質問をしますと、 A 大の苦手ですと、散らかっていても片付けられない、 B 得意ではないが散らかっていればまあ片付ける、で C まめにやってるよと、片付けていないと逆に落ち着かないっていう、この3つで、この3つの中で片付けられないっていう人は多分セクシャルが高い方で、もちろん片付けられるっていう人はあのセクシャルが若干低い、これはでもここに書いてあるのはその片付けられないっていう人は貯蓄能力が低いと書いてあります。逆に片付けるよ、まめにやってないと気が済まないって人は、その貯蓄能力が高いと。ここで書いてあるのは、何か一つのことに集中しやすい人は、掃除や整理整頓が苦手で片付けられない傾向がありますと。で言い訳としては、私の人生に掃除や整理整頓以外費やす時間そんなものはないと、ここに、もっと他にもっとと他にやるべき価値のものがあるんだよねっていうのがこの、この方々っていう、まあこの方々の特徴としては、逆に絶えず何かものを探していると、セロテープがない、ホチキスがない、爪切りがない、靴下が片方ない、めっちゃわかりますっていう人たちで、結局なくなったものを買うっていう意味で、まあ浪費するのかなっていう方々です。はい、なんで片付けられないって言ってる人たちは、もしかしてセクシャルな人たちかもっていう話をね、あの体調にした時に、いや例えば私ソーシャルですと、
そうなんですよね、うんうん、セクシャルじゃないけど部屋汚いよと、うんうん、僕どっちだろうなっていう。あ、なるほど、うん、でそう確かに私もセクシャルかソーシャルか、うん、多分同じぐらいなんですね、うんうん、どっちも、まあ、ちょっとソーシャルの方が高かったんですけど、うんうん、テストでは、うん、でもう一つ その、うん、セクシャル以外の掃除が、うん、苦手の可能性としては、うん、自己保存が盲点、うんうんうん、ブラインドスポットになっているよと、うんうん、この自己保存が盲点の場合、うん、身の回りのことに無頓着になりがちですと、うんうん、自己管理ができません、規則正しい生活が うんうん、できません、食生活や睡眠時間が乱れがちです、うんうん、体調が良くない時でも無視して遊んだり、うんうんうん、働きすぎたり、うんうん、で家の中を快適に保つことにエネルギーを割こうとしないで散らかっているので家に人を呼べない、うんうん、っていう人たちはやっぱりここにも書かれているのは、うんうん、お金のことにも無頓着、金銭管理ができない、うんうん、あればあるだけ使ってしまう、うんうん、将来のことを考えてコツコツ貯金することができない、うんうん、やっぱりこの自己保存がブラインドスポットの人たちはこの身の回りのことに時間を割くこと自体が無価値と思える、うん、盲点なんで見えてない、そもそも見えてないですか、まあ、あまり思ってない意識しないと見えない、そうですね、で、まあ、こうした方々、うん、なんかその少年っぽさみたいなことを言うかもしれないんですけどもうん、うん、いや、まあ、ただのピーターパンだよねとでも、まあ、この本で挙げているのは要はバランスよく、うん、気をつけましょうですよね、そう気をつけましょう、うん、盲点になってる部分、盲点になってるよっていう話、うん、そこは気をつけてそのままじゃいけないって話ですよね、はい、で京美さんが挙げられた、うん、その掃除を、うん、まあ、京美さんはその多分汚いからさせたいんでしょうねとも思いながら、うん、まあ、多分人を動かすのは難しいんだろうなと、うんうん、なんでちょっと言ってることは違うかもしれないんですけども、うん、まあ、その方々がこの動画を見たとして、見ないんですけど見たとして、うんうん、まあ、ご自身がセクシャルもしくは、うん、自己保存が盲点で掃除ができないっていう人たちに対して掃除をするようになるアドバイスとしては、この本に書いてあるのは掃除整理整頓を誰かに手伝ってもらおう、あなたじゃ無理ですって言われてるんですけどね、多分身の回りに多分誰か一人ぐらいは掃除が好きな人が片付けできる人がいるでしょうと、でなかなか多分そういう人って汚いところを見せたくないとかってあるかもしれないんですけども、うんうんうん、頭を下げてお願いですから片付けを手伝ってくださいと言えば、うん、そういう掃除が得意な人たちは多分喜んで手伝ってくれるだろうと言ってます、うんうんうん、得意ですし、うんうん、でそうやって綺麗になると、まあ、例えば、うん、いろんなところからお金が見つかるとか、うん、ある、ありますあります、であと、あ、まだこれ使ってないこれがあったとか、うんうん、あ、ストックこんなにあったってボロボロ出てくるみたいな、うんうん、ありますあります、ありますよ、ストックは僕もあります、はい、うん、なんかオートミールが4袋出てくるみたいなこれ動画をいつも撮影する前にマイク時間がね、そう大事な時間がね、大事な時間がで、まあ、そうしたことで時間の節約にもなったり、うんうんうん、お金の節約になる、うんうん、で手伝ってくれた人にじゃあ、うん、ご飯を食べに行こう、うん、っていうことでこのセクシャルな人とかは、うん、人との関係がつながりも深まる、つながりも深まる、うんうん、っていう意味で良いのではないかと、責任上ですね、はい、で、うん、あとその自己保存を高める方法としては、例えば靴を揃える、鍵や携帯の置き場所を決めておく、うんうんうん、財布の中にいくら入っているか毎日確認する、うん、折りたたみ傘を持って出かける誤ったダイエットは絶対にしない、うん、っていうこのそういったところを気をつけることで自己保存が欠けてる人はちょっと高めることができるのかな、まあ、気をつけましょうですよね、多分普段そんなところ全く意識してない人たちですよね、はい、ちょっとそういうところ見てください。なので僕これを読んでから折りたたみ傘を買うようになりました、うん、僕こう携帯の場所とか決めるんですけどね、すぐやむなるほど、まあ、でもこれは気をつけましょうと、うんうん、って言ってますが、うん、なんで、まあ、掃除ができないっていう人は解決になってないかもしれないんですけども、うん、
誰かにお願いしましょう。誰かに。で、うん、ごめんなさいね。で、お願いすると、はい、まあ、その人がやってる時ぐらいはするんだろうなって思うんですね。うんうん、お願いしといて、これはないですよね、多分。ちょっとやっといて。やっといて。まあ、お金払わない限りないですよね。ないですよね。だとすると、まあ、やっていくと、うん、あの、私、部屋汚いんですけど、さすがに綺麗になった後の部屋の心地よさはやっぱり感じるんですね。うんうん、その辺どうですか？感じますよ。すぐ元に戻されますけど。なるほど、うん。体調、これ注意ですね、じゃあ。うんうん、注意です。あの、まず靴を揃える。僕がこう部屋を綺麗に片付けてた時は、はい、あの、高校生の時とか、彼女が来て。彼女が部屋に来る。部屋に来る。ブワーって片付けてみたいな。でも、これちょっと説教臭いこと言うと、うん、今は一番好きだった人と毎日一緒にいるわけじゃないですか。まあ、慣れちゃうんですよね。きっとね。やっぱその新鮮な気持ちを持ちましょうよ。好きな人の前ですよと、うん。もう見られても平気なんですよ。なるほど。相手も汚いみたいな。きっと平気なんですよ。なるほど。3つの、うん、本能はバランスよく、バランスよく、盲点がないようにしましょうと。うんうん、なんで、その、もちろんこの部屋が綺麗、うん、っていう人は、うん、多分違うところが盲点になってるはずなんですね。まあ、そうですね。その多分自己保存が高い人は、うん、多分このセクシャルの面がブラインドスポットになってるのかな。うんうんうん、まあ、もしかするとソーシャルかもしれないですけど、ね。そうですね。3つなんで。はい。多分この2つが高いっていうのは、うん、あり、うん、あるとは書いてあります。うんうんうん、なんで私も実感しているのはソーシャルと、うん、セクシャルが高めかなと、うん、このなんか本能のサブタイプをこういろいろ勉強したときに、はい、高いところよりも盲点になってるところを気をつけろって、はい、あ、もう高いところは意識してるからと意識してるから、はい、こう見えてない部分を見た方がいいよっていうのを言われてたんで。なるほど、うん、では次は、うん、セクシャル、セクシャルが盲点な場合、うん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 、ソーシャルが盲点な場合、うんうん、っていうことをちょっと考えていきたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。